僕としてはできる限り、まさに即興という行為そのものが一種のこうプログラムというかですね、誰もが、使えるようなあるその方法論というものに、まあ、プログラムと呼んでもいいですし、例えばアルゴリズムと呼んでもいいですけれども、そういったものになって、それを使うと、それその、インプロビゼーションの主体の、なんですか、資質とか、あるいは演奏技術であるとか、そういったものと全然別にインプロビゼーションのインプロビゼーションらしさというものが、まあ、自然にこう出てくる、そういったプログラムっていうものを考えることができないだろうかっていうのが、僕の中で一つの、その、なんですかね、目標として、まあ、あったんですね。なのでできる限り、まあ形式的に、論じたいなというふうに思いました。なので実際そのこの本を書くにあたっては最初の時点でかなり、まあ、設計図的なものといいますか、メモ的なものもですね、相当作った上で、出発したんですけれども、その結果、どういったことになったかというとですね、もう一番最初に出ている結論に最後もう一回たどり着くというですね、そういったことに、まあ、なったわけですね。しかもそれもまあ、この本読んでいただくと分かると思うんですけど、読んでいただいて最後まで読むと分かると思うんですけれども、ある意味本当にその最初にそうなるということも予告されているという本になっているんですね。で、自分としては、その形式的に、まあ、即興というものの可能性と不可能性というものを自分なりのそのレベルで、まあ、解析したいということがあり、まあ、そうできるはずだという、自分のその目論みというかですね、として始めたんですけれども、実際その毎月毎月月刊誌ですから、月々締め切りが来るわけですけれども、書いていくとですね、こうだんだんしんどくなってくるんですね。非常にこう何かこう何て言うんですかね、こう、無理っていうことを言うために延々こう何ですかね、論理を尽くしているような感じがしてきて、自分でもその書いてきて書きながら非常にこう息苦しくなってくる。しかもと同時に、先ほども言いましたように、それって最初から分かっていることじゃないですかっていうような、気持ちも自分の中であって、でそれでまあ、なかなかちょっとこう、締め切りが近づいてくると、なんか体の調子が悪くなったりとかですね、そういうことが、まあ、結構起きていったわけです。ですので、まあ、これ本当に楽屋話みたいになってしまいますけど、この本は先ほども言いましたように、こう連載終わってすぐそのまま本にしているので、一章分が1回分なんですね。でこれ読んでいただいた方はすごくわかると思うんですけど、1回の分量がものすごく差があるんですね。すごく短い時も、ありまして、それは内容と内容のその流れと無関係に僕が苦しい思いをしていたということが、まあ、そのまま現れていて、そこの部分はちょっと即興的に結果的になっていったということが、ありました。でそういったそのまさに形式的に、あるいはこうロジカルに、インプロビゼーションを論じようと思って始めた、連載であったにもかかわらず、連載という行為が、まさにそれはこう月々ある核という運動性の中にあるので、その中で、むしろそういったそのなんですかね、まさに即興的な様相の方が書き方合ってるんじゃないのかなという気持ちが、まあ、だんだんこう芽生えてきた。でそれでその、どこかで一回この話の流れを切って、でまあ、これ前半の最後がリリークテイクオフっていうに書いてあるんですけど、どっかにテイクオフしないと続けられないなという気がしたんですね。でその時に、まあ、演劇の僕はここ5、6年ぐらいですけども、かなり集中的に舞台を見ていて、これ演劇だけじゃなくてダンスとかもそうなんですが、そういったものをその見ることで得た刺激というものが自分の中でどこか、インプロビゼーションにかつて、インプロビゼーションと言われる音楽から感じた、刺激と、似通っている、どこかでそこの部分が通底しているという気持ちがあったので、その通底しているものが一体何なのかということを自分なりに見極めたいという気持ちも、ありました。なので、
本当はもっと自然にですね、インプロビゼーションの、まあ、あのこういう方はあのなんですけども、即興演奏インプロビゼーションと言われる音楽はやはり音楽と言われるあの分野の中でも、まあ、かなりあのマイノリティといいますか、まあ、あのマイナーな、まあ、分野だと思うんですが、あの僕はもともとそういったそのあの世間一般からすると、マイナーだと思われているような、ジャンルからですね、あのむしろこう一般的原理的普遍的な問題へと押し広げていくっていうことを、まあ、今までもやってきたんですね。であのインプロに関してもそういった形でやりたいと思っていて、あのまあ、後半特にそうなってますけれども、あの音楽という音楽あるいは演奏ということだけじゃない、もっと広い意味での即興というものを問うということで、もともと演劇や、ダンスあるいはさらにそれ以外の分野に関しての即興、そういった分野と即興という試みの関係性についても、あのもっと自然にこう話が広がっていくというあのつもりでいたんですね。でもそれはあの即興音楽について、自分が考えていることを、形式的論理的に書こうとするということだけでもかなりしんどいということが分かりまして、そこにさらに他の要素を、混ぜていこうとしてもちょっとこれ難しいなということで、一回完全に音楽の話だけにして、それを、一度終了して、演劇の話を改めて始めるというあの、まあ、やり方になったんですね。その結果としてこの本はあのかなり変な本になってしまった、わけなんですが、あのそれでもあの今言いましたように、あの僕の中では例えばこの、音楽と演劇というものがあの読みようによってはですね、本当にもう全く違う話にいきなりなってるみたいなあの感じで、しかもタイトルも、これはあの雑誌の連載時にはあの音楽の方はあの壊す方の解体になっていて、演劇の方はあの、コンセプションの、はらむ方の、解体になっていたので、あのもうある意味では違う連載みたいになってしまってるんですけれども、それでも自分の中ではですね、あの僕の中では、同じ問題を問っている、同じことを問い続けようと思うと、音楽の話だけじゃなくなってしまう、そうじゃないとどうしてもその問いを続けられないというですね、そういう気持ちが、ありました。その結果として、まあ、こういった本にあのなったんだろうなというふうに思います。それで、じゃあこの本で、まあ、あの即興の解体という本が主張している、即興についての考え方というのはもうあの読んでいただければかなりはあの、まあ、ある意味ではこうしつこいほど に同じことが書いてある本ですので、特に そこで そのことをですね、あの今からもう一回こうあの言葉で、言い直すっていうのもちょっと愚遂だなというふうに思ってるんですけれども、結論的なあの部分としては、あるいは、冒頭からあの表明されている結論という意味では即興というものは不可能なのではないかということがこの本では主張されているように読めると思います。即興というものを純粋に問おうとしたときに一体、本当の意味で即興、つまり本当の意味でまさに今まさにその瞬間に、それが起きる以前までは誰一人として思いがけなかったような出来事が、ずっと連鎖していくというような意味でのその即興というものがは、不可能なんではないかということが、まあ、この本で主張されているように、読めると思います。実際にそういった、かなり厳密なガチガチに厳密に、原理的に捉え直した即興というものをやろうと思っても無理だということの、証明というものをいろいろな例を出して、手を変え品を変え書いているのがこの本のように読めるのではないかなというふうに思います。なので、まあ、そういったこともあってですね、この場に来るのもちょっとこう、どうなのかなという気持ちがまあなくもなかったんですが、ただですね、これは言っておかなければならないんですけれども、しかもある意味では直接的な形でこの本に出ているわけじゃないと思うんですが、まあ、この本のですね、今言ってきたことの、その即興ということの、なぜ自分